カミッド・ゴルジの描いた海ウ馬ウの絵、小酸銀によって染色されているサンティアゴラモミ、カハールによる小脳のプルキンエ細胞の絵。ゴルジ染色によって細胞の細部まで明瞭にわかるゴルジ染色された人の新皮質の水体細胞。一本の先端樹状突起が細胞体情報から垂直方向に複数の規定樹状突起が細胞体規定部から 横方向に伸びていることが見て取れるゴルジ染色は神経組織の染色法の一つでイタリアの外科医であり科学者のカミッド・ゴルジによって1873年に発見されたこの染色法は初期には黒い反応とゴルジによって呼ばれたが現在ではゴルジ染色と呼ばれているゴルジ染色はスペインの神経解剖学者のサンティアゴラモニー・カハールによって 神経系の構造に関する数々の新事実の発見に使われ、ニューロン説の誕生に寄与した。神経組織の細胞は非常に密集しているため、すべての細胞を染色してしまった場合、その構造や相互結合に関する情報をほとんど得ることができない。加えて、そのフィラメント状に伸びた器官は通常の染色法で染めるにはあまりに細すぎる。 ゴルジ染色法はごく限られた細胞をランダムに、かつその細胞全体を染色することが可能である。この染色法のメカニズムの大部分は今も未解明である。樹状突起、お及び細胞体は茶色や黒ではっきりと染色され、その末端まで追うことができるため、神経解剖学者は神経細胞間の結合を調べ、脳と脊髄の多くの部位にある複雑なネットワークを 明らかにすることができる。ゴルジ染色は固定した神経組織をニクロム酸カリウムと硝酸銀に浸すことで行われる。これにより神経細胞は微結晶化したクロム酸銀で満たされることになる。ゴルジ染色の方法は以下のようなものである。ホルムアルデヒドによって固定された脳組織一ブロックを2%のニクロム酸カリウム水溶液に2日間浸すロシでブロックを 短時間乾かす。ブロックを2%の硝酸銀水溶液にもう2日間、浸す。組織を約20から100マイクロメートルの厚さに切るエタノールで素早く脱水し、マウントする。この手法は、サンプルを塩化菌に浸した後に、さらに周酸に浸し、さらに銀を、チオリュー酸ナトリウムで除去することで、銀ではなく金を沈殿させるようにさらに改良されている。 これにより、超微細構造を金の微粒子で標識した持つことができる。ありがとうございます。